はい、どうもこんにちは。ケンタロウチャンネルへようこそ。ちょっと今日元気なさすぎて、夏バテなのか知らないですけど、本当に元気なくてね、ちょっとつなぎの1回やってきます。はい、つなぎの1回といってもね、なんか、商品紹介するのもなかったんでね、最近マック行ったんで、こちらのお猿のジョージのおもちゃと、あとね、なんか結構1年前ぐらいのおもちゃなんだけど、ポケモンのおもちゃがあったんでね、マックのおもちゃ紹介していきたいと思います。はい、開けてなかったんでね。可愛らしいでしょ、この箱。ねえ、めっちゃ可愛い。いやー、いいですね。なんか黄色い帽子のおじさんはいないですね。はい、開けてきます。テンションも低くてさ、なんかもう、何が出るかなーって感じなんです。おっと、なんか面白いね。こんなの出ましたよ。輪投げっぽいですね。わあ、これかわいい。いいですね。ほんと元気なくてさ。しかもさ、北海学園見学やろうと思ったけど、ちょっとそれもね、企画倒れになっちゃってね。まあ、これに、こうやって遊ぶのかな。こうやって。輪投げで遊ぶんでしょうかね。こうやってやるんだと思います。かわいいね。いいね。そうそう。マックね、たまに使うんですよね。しかもさ、ハッピーセットなんですよ。ハッピーセットのおもちゃね。いやー、顔がなんかかわいらしい顔してますね。色使いもいい。これちょっと飾っとこう。ね、はい、次はこちらでございます。はい、上げていきます。ほんと夏バテなのかな。なんか元気出ないんだよね。お、なんか面白い。こんなポケモンの持ち運べんのかな。最終キットみたいになってますね。こっちにポケモンが書いてあって、これでなんかつまんで採集するのかな。これ開くんですね。さっきの。あれ。これ一回刺すと取れなくなっちゃう。ああ。お、取れた。いいね。はい、こんな感じでした。2個開けましたけど、面白いですね。これね、色合いがいいよね。しかもさ、420円。本当は520円ぐらいするんだけど、なんかクーポン、スマホのクーポンとか使ってお得に買えるんですね。いや、今日はちょっと短いですが、これで終わります。チャンネル登録、高評価、共有よろしくお願いします。以上。